おはようございます。今日はですね、2017年、10月の2日ですね、9時5分です。よろしくお願いします。はい、ワード2、おはよう。ありがとうございます。よろしくお願いします。はい、和田通、おはよう。おはようございます。はい、わざつよ、おはよう。おはようございます。俺の足がリハビリしても体調こ、頑張るよ。俺、足がリハビリしても体調壊し、うまくいかない、ダメかもしれん。あー、めげないで。めげないで。めげないで。うん、頑張るよ、いっちゃん。ねえ、年取ってからね、足くじくと、ねえ、大変だって言うよね。いっちゃん、めげないで。悲しいから。負けないでよ。ハートありがとう。寝不足？ おはよう。
ありがとう、アイテム。おはよう。いや、ばあちゃんもね、足壊したからね、元気ないんだよね。はい、TK 忍者さん、おはようございます。よろしくお願いします。おはよう。あ、風船プレゼントありがとう。おはよう。いや、まだ眠くないから寝たいとき寝るよ。大丈夫だよ。心配しなくて。寝たいとき寝るから。夏暑くて運動器具で毎日やったけど、だんだん足が重たくなる。いちゃんさん、あんま深く考えない方がいいよ。ゆっくりゆっくり楽しんでこよう。リハビリも楽しまないとやってらんなくなっちゃうから。なんかまた回線プツプツしてる。この画像どうにかなんねえのかな。画像のこの問題だけどうにかしてほしいわ。映像プツプツ問題が出てるからね。ろれつも回らなくてストレスがたまり、嫁に八つ当たりしまって嫁に申し訳ない。いや、確かにね、俺ね、
そのいっちゃんと関わってのんちゃんとよく話すんだけど、そのろれつ回んないじゃん。俺もいっちゃんと電話で話すと何言ってるか分かんないのよ正直。でも一番苦しんでんのいっちゃんだなっていう話してて、コメント見るともう頭はしっかりしてるわけじゃん。そのボケてないし頭もいいわけじゃん。だけどそれをうまく伝えられないわけじゃん。でもこれって昔だったらさ、家族にさ、ああなんかいっちゃんボケちゃったんだとかさ、いっちゃんもう何言ってるか分かんないくなっちゃってんだって思われてただろうねって。ネットで俺らは繋がってるから、あいっちゃんってしっかりしてるけどろれつが回ってないだけなんだって分かるけどさ、だから手紙文筆でもいいんじゃない、うん、まあ苦しいだろうけど言いたいこと頭回ってんのにその言葉にできないっていうの苦しいだろうけど、今の時代ね文字でも書けるし文筆でもできるからまあ不便だろうけどさ、うん、そうそう奥さんにあのすごくごめんなって一言を書くだけで、手紙でも書くだけで喜ぼうと思うよ、うん、手紙書いてあげれば、手紙書いてあげるといいよ奥さんに。言わなきゃ伝わんねえぜ。せっかく感謝の気持ちがあるんだからさ、それは恥ずかしいかもしれないけどかっこいいことだと思うよ俺は。普通にかっこいいことだと思う。あ、本当に？あ、ありがとう。なんで俺の放送だけこんな回線プツプツなんだろう。ちょっとおかしいよな。なんでこんなことになってんだろう。おお、千代子さんありがとう。さっつって。さっ。シャイなのかな。怖えわ。風船ありがとうね。もしあの画像プツプツの人、下にも書いてあるけど、画像設定一回低画質にして、その後最高画質に変えるとなぜか治るんですよ。ちょっとそれで試してみて。なんか俺の放送だけプツプツすんだよな、映像だけなんだよそれも。画質設定直すと元に戻るんだよね。ちょっとひと手間かかるけど、なんか運営さんもちょっとよく分かってない、俺だけの放送で出る不具合なんで、ちょっとこれ試してみてください。一回 OBS 再ダウンロードしようかな。これをやるとね、プツプツが治るんだよね、映像の。原因が分かんねえわ。OBS アップデートはしてないんだよね。 OBS の不具合なのかな、やってないっすね。おー、カルンさんありがとう。のんちゃんだよ。あ、のんちゃんにパフェありがとう。ありがとうね。のんちゃん今日見えてるね、ちらっと。 OBS
最新バージョンがあるのかな。俺が使ってるの OBS クラシックだっけな。何なんだろうなこれ。バージョン 20.0.1。 もうバージョンの確認ってどうやってやるんだろう。バージョンの確認のやり方が分かんねえな。設定、詳細、相変わらずわかんねえな。なんかジャガイモ王子って面白いな。おはよう、さやちゃん。おはよう。なんか久しぶりだね。おはよう。相談は常時受け付けてますよ。電話かけてくる？かけておいで。俺は家で雑談やってる時は配信者だろうがリスナーさんだろうが誰かで構わず電話出てるんで、僕で役に立てるんだったら全然どんな悩みでもどんな相談でも、まあ雑談でもいい、本当
なんかリスナーさんと一緒にラジオ感覚でこうただ食べるだけでも俺は楽しいっていうタイプだから、だから俺と一緒にラジオやってみたいっていう人も全然 OK です。ガンガンかけてきてください、いつでも OK です。なんかあるんだったら今かけちゃいな。善は急げだよ。おはよう、ゆずさん、初コメありがとう。サバゲーやるんすよ、楽しみっすね。で俺はもう買うの決めてるんで P90 っていう、鮫島さんも結構いいねって言ってくれてたし、和道っぽいって言って、でリスナーさんの評判聞いたら、あのそんなに悪いやつじゃないみたいですね。 P90 って言わないのね。 P90 っていうらしい、うん、あ違うわこれ違うわ P90 これ違う、FNP90 ファブリックナショナルプロジェクト90って言うんだ、プロジェクト90って言うんだ、うーん、プロジェクト90、ベルギーの会社が開発したっていう。鮫島さんから誘われてて、今あのチームジョーズっていうチームを作ってて、で俺が副隊長をやるみたいで、うん、プロジェクト90って言うんだ。個人 PDW って言うんだ、個人防衛火器。サブマシンガンなんだね。もともとね、そういうサバイバルゲームみたいなのが好きなのかね。ガンダムのザクが持ってる銃に似てた。なんかね、攻殻機動隊の草薙元子が最後戦う銃はこれがモデルになってるらしいね。だ多分ね、俺攻殻機動隊見てたからこれがかっこいいと思ったんだと思うよ。だどっち買おうか迷ってるんだよな。その3万円で普通のやつ買うか、そのなんかハイエンドみたいな、なんかちょっと改造されてるやつがあるの。改造とはちょっと違うんだけど、あのハイサイクルカスタムって言って、それがね5000円高くなるんだけど、あの緑色なんだよ。これをどっちを買うか迷ってんだよね。俺が今買おうとしてんのがどっちがいいのかなっつって、で性能的にはこっちの方がいいんだけど、色はカラー塗り直せばいいか、塗り直せばいいかな。これ買おうかなと思ってる。性能的にはこれがいいらしい。これそう、色はね真っ赤にしようと思ってるね俺は。赤と黒にもう自分で塗装して塗り替えようと思ってます。俺が買おうとしてるのはこれですね、この PS90HCH って言って、その弾層数が60発ぐらいしか入らないのよ、ノーマルタイプだと。ただこれはすごくて、弾層数が300発に跳ね上がるんだよね、一気に。でしかも弾が速いらしいの。これを改造しようかなと思ってる。でどういう風に改造するかっていうと、今俺が考えてんのはこれにしようと思ってるね。こういう風に真っ赤に塗っちゃおうと思ってんのよ。これかっこよくない？そう、アキラをデザインしてんだろうね、多分。こういう風に真っ赤に塗ってステッカー貼って、で、思いっきり改造しちゃおうかなと思って。これいいよね、アキラモデルって。アキラの倍、あ、これかっけえな。これかっけえな、やべえな。なんだこれ。エヴァンゲリオンカラーもあるね。
エヴァンゲリオンから初号機、みんな改造するんだね。やっぱただやっぱ赤と黒のこのアキラのカラーがかっこいいよね。俺はこのカラー気に入ってるからこれに改造しようと思ってる。塗装エアブラシかなんかで拭いて。いやなんか別にいいじゃん、狙われても。おお、ナミニャンワード2、どうせ買うならね、いい方がいいよね。でさね、60発しか入らないのが300発になったらさ、全然耐久できるじゃん。で結構いじれるんだよ、そのカスタムしていくと。ノーマルタイプと違ってそのパーツがいっぱい売ってるのね。ノーマルの形はこんな感じなんだよ。ドノーマルどれだろう、これがドノーマルだね。要はこれがもう何にもついてない状態で色だけ変えてあるのね。だけどカスタムするとこういう風にそのいろいろゴテゴテにくっつけられるんだって。これかっこよくない？なんかそのいじれるっていうところが魅力だなと思って。ここまでゴテゴテにいじるとかっこいいよね。なんか断層つけてグリップつけて、なんか銃も長くしてライトもつけて、なんかこう見るスコープするやつもつけてんだろうね。なんかすげえ幅が広いっていうか、いくらでも改造できるっていうか。でもこれもう最初からもう改造されてるこの4万6000円とかで買っちゃった方が多分安いんだと思う。でもまあリスナーさんと相談して、最初はノーマルで徐々にカスタムしていく方が楽しいんじゃねえのっていう話になって。かっこいいよな、ここまでいじってあったらかっこいいよね。もうオリジナル銃だよね。拳銃ってこんなにいじれるんだと思ってびっくりしてんだよね。もう原型とどめてないもんね。これかっこいいよな。そういうなんか改造の遊びも、パーツをつけていく遊びもできるっていうのが魅力かなと思って、ちょっと興味湧いてるね。うん、ねえ、あ、電池は弱くなるんだ。サバゲーってね、サバイバルゲームっつってこうダダダダってみんなで撃ち合うの、 BB なの。で当たったらリタイアするっていう、ヒットでーすって言ってっていう、そのなんつうの、リアル戦闘だね、リアル戦闘。うん、アマゾンとかで売ってんのかなこれ。アマゾンで買った方が安いんだろうな多分。サメ島さんは中古で買ったっつってたけど、あー全然違うわ、1万2000円オフだわ、全然安い。パワーを上げるための改造ではないね、見た目をいじるって感じだ。そのパワー上げるのはもっとバネとかをいじったり中バラすんだけど、さっき見せたのは見た目、そのこういう風に持つ銃をこういう風に持ったりとか、ここにサイレンサーって言ってこう赤い赤外線出したりとか、見るところのスコープをつけたりとか、逆に重心のこのロングにしたりとか。当たったら痛いよ、痛いっす。痛いっすね。あ、サメ島さんだ。おはようございます。おはようございます。とりあえずね、サイレンサーは、はい、レーザーじゃないから。サイレンサーはポインターっていうの。あ、ポインターっていうんですか、ね、はいはいはい。それはポインター、まあ、ポインターとかレーザーとか言うんだけど、はい、まあ、基本それはね、ないよね。ないっすか。まあ、ドットサイトとか、はい、まあ、エーコグスコープとか、まあ、いろいろあるけど、まあ、買うんだったら、はい、まあ、電動ガンとガスガン、ハンドガンのガス。ハンドガンのガス。はいはい。うん、で、エアコッキングっていうのが、一発ずつ装填するやつなんだ。はいはいはい。うん、だエアコッキングっていうのは、はい、まあ、スナイパーとか、はい、スナイパーライフルとかであんまエアコッキングでは戦えない。お、僕はどういう装備した方が鮫島さんのチーム上手で、うん、その相性がいいんですか。鮫島さん何タイプなんですか。まあ昨日話したのは P90 じゃん。
P90 ってサブマシンガンじゃん、多分、はい、あれ。そうっす。サブマシンガンです。で、さゆちゃん、どうも、サメちゃんです。で俺がね、はい、和道に持ってほしいのは、はい、M4 の CQGR だったかな、M4 の、あのね、アメリカンスナイパーで、はい、あ、CQBR ってやつがあるの、M4 の。まあ、大体3万から4万中古で。CQBR。で、それを、アメリカンスナイパー仕様に、タンカラーっていうか、はい、要するにスプレーで塗装すんの。はいはいはい。めっちゃかっこいいから。M4 の CQBR っていう、あの M4CQBR でググればわかるけど。出てきたんですけど、これアサルトライフルみたいな感じじゃないですか。アサルトライフル。アサルトライフルですよね。M4 だね。M4。M4 だからアメリカ軍の。はいはいはい。ただかっこいい。めっちゃかっこいい。あー、アメリカ軍っぽいっすね。やばいかっこいい。やばいっすね、これ。ほんとかっこいい、これは。これ黒で染めた方がいいんですか？黒、何？タンカラーの黒の方がかっこいいんですか？黒、まあ多分黒が安い、安いっていうか、まあタンカラーは自分でやるから。おうん、まあもちろん売ってたらね、まあそ、まあ、その M4 もいいし、うん、あとは P90 じゃダメですか、うん、僕。いや P90 いいよ。プラスってことですか？うん？プラスアルファこの銃も買うってことですか？はい、P90 とハンドガンか、はい、M4CQBR とハンドガン、はい、なるほど、まあ、ハンドガンはサブウェポンだから、はい、だから俺はもうあと多分1時間ぐらいしたら2丁エアコッキングの銃、中華製の安いやつと、はい、あと AK47 のハイサイクル、はい、これは2万、全部で2万7千円ぐらいかな。あ、今日光くんに話したら、まあ、あれ、うん、サバゲーやりたいって言ってましたよ。あ、本当？はい、だから決まったら、自分でただ機材揃えないとあれだけど、あ、言俺だって、はい、ぶっちゃけ6万ぐらいかかってるよ。そんなかけてんの？まああの衣装と、まあシューズ、はい、まあ衣装なんか別に、はい、あのまあほらジーパンと、はい、まあちょっとしたロング T シャツとかでも大丈夫だから、はい、まあ、僕の場合真っ黒だから大丈夫ですよね、うん、これになんかマスクとか衣装は問題ない、はい、ただあのフルフェイスマスク、はい、あのメッシュのがアマゾンで売ってるから、はいはいはい、わかります、プラスチックとメッシュのやつです、ね、そうプラスチックで、まあ、メガネでもいいしメッシュ、まあ、場所によっては多分、うん、屋内線だとメッシュのゴーグルって使えないんだけど、はい、そういう時はそういう時はね、なんとかゴーグルっていうのがあって、はい、なんだっけな、あのまあそういうのがあの普通にあの、はい、ほらグラインダーとかやる時のゴーグルとかでもいいし、貸し出しもあるし、いいっすね、うん、なんかあれですね、ま、ステッカー作りたいですね、うん、チーム上手、うん、そうだね、貼りたいですね、銃に。とりあえずね、最初はね、はい、あの俺はもうあのチームに所属しようと思ってるから今、うんうん、じゃないとノウハウやっぱね、活動毎回毎回同じメンバーではね、なかなかね、はい、うん、だから月1定例会みたいなのにさ、みんなで参加すれば、はい、うん、まあ面白いかなとは思ってるけど、うん、はい、まあとりあえずね、だからワードは P90 はいいと思うよ、 P90 とか MP7A とか、はい、MP5 とか、まあサブマシンガン系か、はい、でなんか今一個迷ってるのが、うん、その、うん、ハイサイクルモデルっていうのが売ってて、はいはいはい、ハイサイクルね、なんか普通のノーマルはあの、うん、60発ぐらいしか入んないんですよ、うんうんうん、だけどこのハイサイクル5000円ぐらい高いの買うと300発入るって書いてあって、うん、でハイサイクルっていうのは、はい、秒間 に25発発射できるんだよ、うんうん、なんか多分ね、はい、普通のだと10発ぐらいだと思うんだよ、秒間書いてありました、秒間の弾数がもう圧倒的に上がるし、そうそう、圧倒的に、まあもちろんっていうことは弾が相当減るってことだけどね、はい、デメリットで言えば、あーそっか、弾の減りも早いの、うん、だから無駄打ちができないっていう、はい、だからまあだから俺のが買ったやつは250発マガジンが付属されてて、まあ、マガジンは買ってないんだけど、はい、あの AK のはハンドガンは 1個マガジン予備は買ったんだけど、はい、いやグルースギリースーツは着ないよ、はい、普通にそれスナイパーじゃん、ギリースーツ着てんのは。まあ、だとりあえず話戻すけど、はい、まあハイサイクル買って間違いはないと思う、うん、じゃあ、 あのハイサイクルにしちゃいます。俺はもうハイサイクルだよ。あ、了解です。要はサバゲーに特化させてるってことですよね、これ。まあだからハイサイクルはだからもう弾数だよね、うん、でまああとは多分まあリコイルとかはまあ多分まあリコイルとかも多少ね、そんだけ反動あるから、はい、まあ多少はあるかもしれないけど、でもまあハイサイクルのメリットっていうのはやっぱ弾数、おお、もう、うん、ぶっ放せる。あ、そう、ヒカルやりたいって言ってた。ヒカルさんやりたいって言ってましたね。うん。で、テルも、まあ、家がないことはきついよな。
まあ、うちで預かっちゃえばいいんじゃないですか。みんな新宿あ、なんまあ、で、そっどうか、せ。そっか、そっはい。か、そっか。だから、あ、そっか、集別に合するね。ときっつって、荷物置き場にまあ、すればいい確んかで。にな。まあ、確かにな。で、俺はね、もうガンケースも買ったし、ガンバッグ。アタッシュケースに入れたいですね。ジュラルミンとかなんか、このバンドマいン。や、そんなん言ったら何万もす るいよ、や、多分。僕安いとこ知まあ、ってんですよ。でもね、はい。MP7A とかの大きさのサブマシンガンならば、はい。プラノ、アマゾンでね、ちょっと待ってね。確かね、プラノっていうメーカーで、はい。ガンケースが売ってるんだよ。プラのガンケース。はい。確かね、アメリカの会社なんだけど、はい。プラのガンケース。で、はい。あ、かっ PLANO こいい、かっガンこケーいい。ス。超かっここれいい。はね、はい。多分これは MP7 ぐらいなら入るはず。これいいっすね、これいいっすね。これいいでしょ。このスポンはい。ジで、はい。まあ大体5000円ぐらいか。これいいっまあすね。6000円ぐらい。これやばいっす、こそう。れやばいっす。これは、はい。まあ言っちゃえばジュラルミンケースに近いかな。近いっすね。でもなんか、俺はもう完全な布。あ、これやばいな。5000円ぐらいで見売っせててある。げな、見せてあげな。これやばいっす、これリやスばいっナーす。さんに。ちょっとリこスれナーはさかっん、こいいよ。これこれかっはこ正いい。直ね、ハンドガンとか入れたらちょっとかっこいい。これはかっこいい。これかっこいい。これはかっこいいね。これいいっすね。で、まあ、で、しかもパソコンとかも、まあ、最悪銃入れなくても、まあ、持ち運びはできるよね。できますね。かっ最こ悪いい。そういう、で、2段階になってんね、確か。二重構造だから。ほう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 。だからそう考えると、結構これは幅が広い。これ安いっすね。5000円で売ってる。まあ、5000円、まあ、物いっぱいあるから、はい。まあ、ハンドガンケースとか。はい。うわ、いいまあな。まあ、そうね、5000円ぐらいかな、多分、これは。金かかりますそう、ね、あ、これ。金はすごいよ。やばいっすほんね。と、俺だってまだ足んないもあ、もう最ん。あ、強装備は決めてるんですか？自分の頭の中で。まあ、とりあえず、今はもうほらさ、もう、電動ガンに関しては、もう、AK が好きだから AK 買っちゃったけど、やっぱ M4 の CQBR 欲しいよね。僕の、希望としては、ルシールのバットで最後は暴れ回ってほしいですそれは退場になる。ね。やっぱルールがあるから、やっぱルールすが。ごい。だいや、から、ゲームやる以上はルールがないとダメなんだよね。まあそうですね。じゃあやっぱそういうのやると、もうブラックリストみたいに載っちゃうから、まあそうですね。俺ガチでやるから。あ、ガチで。当たり前じゃん、それは遊びじゃないから、やっぱ自分の趣味だから。大会とかあるんですか、これ。まあ大会っていうか定例会って言って、はい。まあ土日だったり、ほうほう。まあそのフィールドによっては何曜日、第1何曜日とか、はい。で、その定例会っていうのは、要するに、なんつうの、入場料を払えば一般参加 OK、個ほう人ほでうも。で、ほうほう。おお。まあ、貸し切りじゃなくても、みたいな。なるほど。まあ、みんカなラでシやニるコみフたはいね、ロシアのね、あれだからね。な。いやー、どうしようかな。とりあえず、じゃあ、M4CQBR はかっこいいよ。とにかくかっこいい。かっこいいですけど、まず、フォルムが P やかばい。らいきます、まあ、もちろん僕。P90、自分のはい。好きなのがいいと思う。そう自っす分ね。が、あ、この銃かっけえな、これ撃ちたいな、持ち P でたいす。なっていうのが多分一番いいと思う。P90、もうドで、キドキします。重要なのは、エアコッキングはまあ、ダメではないけど、なんすエか、アコッキングっていうのは一発ずつ撃つやつだから、あ、なんか選要すべるにるって書い昔、てありました。エアガンみたいな、ガスガンか電動ガン。まあ、電動だね、多分 P90。あ、まあ、でもガスでも撃ってんのかな。で、セミオートとフルオートの2種類を手元で切り替えられるって書いてありました。そう。だから要するに単発打ちと、あとフルで、バーババババババって弾をまけるやつ。あ、書いてありで、ますね。まあ、CQB だったかなんかそういうスポットがあって、そこだとセミオートに切り替えないと射撃しちゃいけないっていうルールがあるフィールドが多いから、ほう。セミオートは重要。あ、重要なんですね。セミオートだけでやれっていうところもあるんですそう、ね。そこの中のエリア内にいる敵は、エリア内にいるときは、セミオートで射撃しかしちゃいけないとか、まあ、基本そういうルールがあるから、だからまあ、ハンドガンはガスガン。で、ブローバック。ブローバックって何ですか？ブローバックっていうのは、要はあれ、ほら、え、あの、あめ、あの、本物の銃みたいに、上が動くのよ。パン、パン。パサスンっライて。ドするやつ。で、まあ、だから、まあ、買うんだったら、まあ、ハンドガンで買うんだったら、まあ、ガスのブローバック。それがですね、フルオートのブローバックで、ブロック 18C ってわかりますか？グロックわかるよ。ブロック、ハンドガンでしょ？ハンドガンっす。フルオートの。わかるわかる。あれが、その動画見ちゃったらかっこよくて、タン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 タやっぱ、ンって。やっぱね、
でもハンドガンのデメリットは相談数が少ない。そうなんですよね。もう一瞬ですね。あくまでハンドガンってサブウェポンだ から、はい。どっちかっていうと、はい。もうフルオートでガスガン持って、はい。ガスガンじゃない、電動ガン持って、はい。で、まあ、弾がなくなったり、まあ、はい。そういう時にハンドガンで、まあ、応戦するっていうスタイルがかっこいいんだよなね。るほど。やっぱ単発うん。で、こう、装填しだっなて、がら、ハンドガこンがフルオートになっちゃったら、ハンドガン一丁で済んじゃうじゃん。う。そうなんですよ。そうそういうこなんでとすなんだよ。よ。そうなんですよ。で、やっぱ装填数が少ない以上、そうっすよね。機能まあ、的ハでンはドないっガンっすていようのね。は、でも、ハンドガン戦をやる定例会とかもあるから、ほうほうほう。あるらしいから、はい。だからそう考えたら、ハンドガンは、まあ、持っといた方がいい。ハンドガン安いのでもいいんすか？ブロ俺ー？はね、ちはい。なみに中古で7000円ぐらいで買ったよ。あー。あ、でうん。も結構すマるな。ガジンが2000円ぐらいで、はい。まあ1万円か。で、あとガス。で、BB 弾はバイオ弾。バイオ。要するに、土に還る。ほう。あ、エコだ。屋内戦とかだと平気なんだけど、はい。もう基本それじゃなきゃダメだと思った方がいい。屋外だったら。その土に還るようなやつを買えばいいんすそうね。そう、バイオ BB 弾っていう。ほうバイオ BB 弾でググれば出てくると思う。で、ほうほう。はい。重さがね、これがね、はい。俺は0.25買った。重さ、ほう、吹け。0.2でも、はい。まあ結構0.2とか、まあ0.25とか、まあ人によるよね。だとりあえず両方買って自分で打ってみてみたいな感じになるのかな。なるほど。多分。うん。いや、ワクワクし多ます分。ね。そう、エアガンっていうか、そう、ハンドガンは、まあ弾切れとか、例えばね、そう。スコーピオン二丁持ち？いや、二丁持ちはかっこ悪いよ。悪いっすか。もう要かっはこ悪中し、二病みたいうん。もう、俺はだからもう M4 の CQ-BR を買いたい、今。これはね、これ単カラーに自分で、まあ、塗装するんだけど、要するにアメリカンスナイパーみたいな、まあ、迷彩だったり、自分好みに、もうやりたいよね。はすい、ごいいっすね。い。うん。窓は赤でしょ、やっぱ。僕赤目立っちゃうんすけど、もう赤いや、で。ね、いいんだ、いいんだ、いいんだ。それはい。がいいんだよ。もう趣味っ目すよ立っちゃね。うんだけどっていうか、はい。逆に見えるから、絶対。そんな、悪いけど、ね、ステルスはなかなかできないから。はい。あ、そうなんすか。じゃあ、それはもう自分の好きなようにやっていいんだよ。鮫島さん、経験はあるんすか？やったことは。そういうサバ俺ゲーとね、か。学生の頃、ちょっと友達と、あー、いいっすね。本当にもう一瞬、もう、まあ、一回やったかぐらい。うん。これは何ですか？な、パーツは買って自分で、なんかカスタムですごいカスタムはすごい金かかる。だから、まあ、とりあえずノーマル、ドノーマルっドていうか、ノーまあ、マルで。普通の買って、で、やっぱやってみて、で、あ、これ、ドットサイト欲しいなとか、絶対なるから。いや、そうやっもうて。すでにいじりたいっすもいや、わかるわかる。俺ん。も、だから AK のもう。47ハイサイクル買って、まあ、今もう多分、配達中だから、もう間もなく届くと思うんだけど、自慢大も会う、しましょうよ。いや、やるやる。やだから、りま配しょ信すうよ。るもん、配届い信たして、なんか二人で並べて、ああだこうだやりたいです。勉強いや、したいやです、りた僕いよも。ね。でやも、りこたいでれ、す。ヒカルもね、やりたいって言ってくれれば嬉しいよね。なんかこれ配信者みんなで集まって、割り勘でなんかそうチそうームとそう。かできるようあになくっまでたら、さ、定例会っていうのは、もう貸し切りっていうのはなかなかできないから、10人で3万円とかかかるから、だったらもう定例会に配信者として、チームで、そうっすそうよいうね。人も多いから、何人ぐらい集まれば1人5000円ぐらいで貸し切れるんですか？まあ、大体10人だよね。まあ、1人頭3000円と考えて、まあ、3万とか。3まあ、万で場所貸しに切よれるんでする。か？神奈川とか、まあ、千葉とか、まあ、安いとこはまあ3万とか2万5千円とかだけど、まあ、東京とかになるともう4万とか。あー、きついっすね。うん。で、まあ、ほら、終日借りれるかとか、まだわかんない。それ問い合わせてないから。ですよね。で、まあ、とりあえず定例会やって、まあ、月1回貸し切りができるようになるっもう最高っすよね。やりたいて放いう題っのすがよ一ね。番いいと思やりう。うん。たい放題っすだからよね。もう、あとはもう定例会に、まあ何回か、ね、月に2回でも3回でも出て、まあ1回だけ貸し切りができれば最もう高じゃない。最高っすね。しかも、そなんれでいか、いんだよ。サバゲーって、そう、定点カメラで全員にもう20人集まったら20人バーってカメラやれっつって全員がぐるぐる回るから、リスナーが。そうそう。そういう楽しみただ方もあ問りま題すなよのね。は、どうやって配信をするかなんでね。どうどやっこて？に搭載するか。ほう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 。要するに銃に搭載しちゃうか、でもそうなると被弾した時に絶対割れるし、液晶が。スタンドで各配信者がもうここって決めて、美味しいところ作っていって、
そのもうリスナーはもうしっちゃかめっちゃかもう、うん、あ何定点カメラでそうですそうですでもあで1箇所にあどっかでも4箇所とかに置いちゃってはいだから10視点で見るみたいなそうかホットスポットみたいな場所に置けばいいのか そうですそうですそしたら逆になんか過疎でも大手でもみんな順繰り見るしみたいな、ね、それはいいかもしれない、はい、いやでも楽しいよめっちゃ楽しいよいや絶対楽しいですよこんなのいやもうやばいやばいやばいもう夢中で遊びますよね俺多分4日の日に行くもん定例会あそうなんですか4日に定例会あの4日にある場所やってる場所があるから、はいまあ、そこにちょっと野良で、はい、であと多分土曜日に、はいまあ、チームの人が、はい、あのもうチーム入ってるからお前がいやただあそこね、はい、銃の貸し出ししてるか分かんないけど、はい、もしあれだったら和道のこともさあの言ってあるから向こうに、はいうん、だからもし行くんだったら僕銃買ってから行きたいですね月末になっちゃいますそうまあまあ確かにね確かにね、はい、確かにもうそれは間違いない、はい、生きりたいですねそれは間違いない間違いないですまあ月末に買うの月末までには用意しようと思ってていうか買っちゃおうかなもう買っちゃいなよもうそんなのこれアマゾンで買った方がいいんですか俺はね中古ショップ、はい、まああのアマゾンじゃないけどアマゾンで新品でも、はい、そうだな俺だったらとりあえずはいまあそうね、まあ電動ガンで、はい、まあ本当はもう東京丸い、はいはいはい、これ一択なんだけど、これでもまあ安、うん、東京丸いでメーカー小売価格34,800円なんですね。でもあのアマゾンで東京丸いから売ってるやつがあって12,000円引きなんですよ、うん。これどういうことなんだと思って。ただねバッテリー別売りなんだよバッテリーと充電器。はあ、はあはあ。で俺バッテリーね間違って買っちゃったから、はい、あのね。ね、ミニ S バッテリーっていうのだったら、はい、多分 AK タイプじゃ なければこのバッテリータイプだから俺バッテリー安く譲るよ、はい、俺だいたい2000円ぐらいするけど1500円でいいよおあ本当だみんなバッテリー別で買ってる、うん、バッテリー別バッテリー別あ本当だ総額3万円になってる、うん、だ結局なんだかんだ高いから、だからそう考えたらアマゾンで裏の手があるの、はい、なんすか中華製買う中華製中華製中華製はバッテリーとかすべて込みなのよ。ほう。でも、で、丸いじゃないんですよね。ん？ん？中華製、メイドインチャイナってことですか？まあ、メイドインチャイナだね。で、あのね、まあ、星だね、レビュー。ほうほうほう。うん。レビュー見て、はい、まあ、とりあえず星が4つとかだと、はい、まあまあまあ問題ない。で、まあ、10金と18金ってのがあるの。はい。で、まあ、18金がいいんだけど、絶対に。うん、はい。うん。あでもだからそう考える、うんまあ、中華製は安いよいやただまああんまり期待はできないけどねですよねだったら安心感あるいいやつ買った方がいいですよね、うん、まあそうだねまあ、うん、まあケチって安物買いの全入しないなのかなって思えばですよねうん多分俺だったらまあとりあえず、うん、そうだなまあアマゾンで新品買うかまあ中古はい、はいうん、秋葉原とかにも多分あるんだよね。あるんですか。あ、これはどう？東京丸井の、まあはい、P90 じゃないけど、ファーマスの、はい18歳以上スタンダードが 18,578円。いや、P90 っす。まあ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 、P90 かっこいいもんな。もう自分の中で P90 になってますね。いや、わかるわかる。かっこいいよ、かっこいいよ、P90 は、はい。これはもう。間違いないよ。間違いないですよ。でも、リスナーさんも好きな人を聞いたら、うん、いや、ワードそれでいいよって言ってましたね。うん、悪くないぞ、その選択。いや、P90 はいいと思うよ、すごく。うん。うんいいとこに目つけてると思う。もう完全ジャケ買いみたいなデザイン買いなんですけど。いやもうね P90 はねかっこよすぎ、はい、見た目がやばいっすよねこれ。見た目ただ性能が鬼すぎだってあれ、はい、相談数50とか、はい、多分60発近く相談できるからリアルで。あでそう考えたらもうばらまきが半端ないからね。あのまあ FPS で結構 P90 って使うけど。おあれはやばい。あれやばいっす、ね。あれはもうね弾数がまず効く。はいまあもちろんね、サバゲーはさ、それは関係ないけど、はい、P90 はね、あと上からのマガジン装填がかっこいいんでね。あーらしいっすね。あの、この FPS のゲームとかだと。そう。はいはいはい。P90 はいいんじゃない？うん、これはもう鉄板っすね。P90 が2万ぐらいで売ってるってこと？ P90 が24,800円、25,000円ぐらいなんですけど、なんでこんな値段違うんだろうと思って。まあ東京丸いは間違いないよ。東京丸いなんですよ、その。なんつーか、うんうんうん、そのアマゾンで売ってるのもでなんで12,000円オフなんだろう。なんだろうね。まあでもバッテリーと充電器は別売りだから、うん、
あと、とりあえず BB 弾と、はい、まあ、BB 弾を入れる、まあ、ペットボトルみたいなやつか、はい、まあ、BB ローダーとかいうやつとか、うん、まあ、弾を入れやすいように。はい、まあ、俺はペットボトルのやつ買ったけど、はい、まあ、とりあえずね、まあそうね、もろもろで、もう電動ガンのみで3万見といた方がいいと思う。はい、ですよね、3万。あとは、あのね、スリングっていうのが必要なんだよ。スリングなんすか。要するに、ストラップ。ああ、かける。ストラップ。ああ、そうですよね。スリングベルトとか。走るときとか。あとは、そう。で、ハンドガン買ったらホルスター。ホルスター。ホルスターっていうのはハンドガンを収納する。え、電動ガンだけじゃ戦えないですか。やっぱハンドガンは必要。いや、戦える戦える、全然戦える。とりあえず電動ガンだけでも戦える。ハンドガン、マジですか。ハンドガンだけで突っ込んでくるやついるんですか。いや、だからマガジンを4つぐらい買って、はい、で、ハンドガンだけで、ランボー別に戦えなくはないよ。へ、うん、すげえな。で、逆に電動ガンだけでも問題はない、はい、なるほど。うん、じゃあファイトスタイルによるんですね。もうだから戦い方だよ。だもうその例えばスナイパーで戦うんだったら、はい、スナイパーライフルとサブマシンガンとか、うん、でアサルトライフルだったらばハンドガンとアサルトライフル、うん、で、まあ、ショットガンとハンドガンとか、うん、まあ、それはもうおのおのハンドガンのみで戦う人もいるから、うん、なるほど。そういうプレーをしたい人はそういうプレーをするし、はい、うん、だからワドワダ P90 はいいと思う、はい、すごく。P90 ですね。なかなかね、P90 はね、はい、渋いよ。渋いんですか。結構ベターじゃないですか。あんまいないんですか。やっぱ MP5 とか7いっちゃうんじゃない。ああ、そうですよね。もうかっこいいですもんね。そこがやっぱもう、うん、どっちかっていうとそっちもう、ま、サブマシンガンといえばそうだから。まあそうですよね。うん、定番っていうかもう、いや、まあザ、サブマシンガン。P90 はね、なかなか、うん。P90 は、うん、P90 はかっこいいよ。何よりもフォルムが、うん、独特っすよね。うん、いや、いじり、まあ、だから、いや、買っちゃいなよ。もうそのバッテリーついてないんですかね、これ。バッテリーはついてない。ついてないんすか。それはだ、ただ俺が譲れるから。別に俺が買って、俺使えないから。 AK バッテリーだから俺のは。で、 AK バッテリー別に買ったから。はい。で、はい、あのバッテリーバカみたいに頼んじゃってるから。何個ぐらい買ったんですか。今来たな。うん、今来た。お、来た。来たね。行きましょう、行きましょう、行きましょう。ちょっと待ってね。はい。来た。来たな。来たな、来た、これ。来た、2万7000円。いや、来た、来た、来た。あ、違う、ゴミ屋だ。ゴミ屋かい。ゴミ屋だ。多分ね、そうだな、10時ぐらいか。10時過ぎか。一番今楽しい時じゃないですか。やばいよ、めっちゃ楽しいよ。テンションだって俺今日6時半に起きてるもん。銃が届くのか楽しみすぎて。いや、めっちゃ楽しみ。いや、羨ましいな。まあ、中古でもいいんだよ、別に。逆に。新品じゃなくて、まあ、中古で、はい、まあ、P90 売ってるかわかんないけど、うん、まあ、だから例えば P90 中古電動ガンとかで Google で検索かければ、はい、多分何かしらヒットすると思う。ヤフオクとかになっちゃいますね。うん、ヤフオクはダメ。あれは時間かかるし。ですよね。メルカリとか、メルカリか。ただ P90 じゃなかったと思う。買ったことないんだな、メルカリ。メルカリはでも結構あるよ。うん、まあ値段はまあまあまあ2万ぐらいで売ってるのもあるし、まあ、ただバッテリーとかわかんない。そこまで見てないから。うん、いや、買っちゃえよ。買っちゃいますか。ヒカルは何買うんだろうね。ヒカル君は、いや、レンタルとかじゃないですか。ヒカル君だっていつも移動ばっかりしてるから。まあそうか。うん、まあでも企画やるんだったら行きたいって言ってたんで。まあね。あ、大丈夫大丈夫、配信する。届いたら配信する。うん、見たいっすね。俺はね、なんかまあちょっと、まあ、中華の一つは中華の買って、うん、まあ、安いやつ、はい、3000円ぐらいでエアコッキングなんだけど、それは、あ、それと、はい、あと、まあまあ俺は AK が本当好きだからっていうので、もう AK、はい、あ、うん、東京マリーナ10店舗あんのかな。うん、あのね、秋葉原。秋葉原ですか。秋葉原はすごいあるって。お、秋葉原のね、なんだっけな、はい、名前忘れちゃったけど、あの秋葉原は、秋葉原から御徒町まで歩く間に、はい、もうミリタリーショップは結構あると思う。お、うん、だからそれでもいいんじゃない。ミリタリーで検索すればいいのか。東京丸い、うん、多分ね、あのね、まあ電動ガン中古秋葉原とかにいいと思う。DM してみました。P90 持ってるって、ルシスさん。え、マジで？ルシスさんもやろうよ。
てか、リスナーさん参加って全然ありですよね。全然リスナー参加でも全然いいんだよ。超面白いですよね。全然いいんだよ、全然。え、ルシさんやんない？チームジョーズ入らない？うん、上手。上手。そう、あの、サブリーダー、ワドなんで、あの、ワドには、はい、あの、勧誘権限あるから。ああ、そうですよね。勧誘権限がある。はい。え、でも、チームジョーズは、名前のネーミングセンス、マジでいいと思う。超かっこいい。いや、だからさ、リスナーさん、確かね、響きちゃんっていうリスナーさんが、はい、ね、ジョーズにしようよって言うから、いや、ジョーズ、待てよと思って、うん、頭文字取れば、いけるなと思って。うん、ちなみに、頭文字なんですか？ジャパンアンチワークススペシャリスト。かっこいい。働きたくない人の集い。かっこいい。そういうこと。かっこいい。働かそうない。昔あったね、丸井の店とかね、あとプラモデルとか。うん、あのタミヤとかさ。へぇ、うん。店舗が出てこないのはどうだ、多分かなりあると思う、秋葉原には。マジですか？うん。多分秋葉原、電動ガンとかでググれば出てくるんじゃない？マジですか？待って、電動ガン、中古、秋葉原とかで出てくるんじゃないの？サイドアームズ、神田。サイドアームズ、うん。かなりあると思うよ。秋葉原。うわ、超かっけえ。サイドアームズ。うん、何これ。え、めっちゃかっこいい。神田か。あ、かなりあるよ。マイトリとか、はい。うん。多分結構あると思う。秋葉原は多分やばいと思うよ。やばいっすね、これ。やばいよ。あ、そう、越後屋とかね。越後屋。越後。うん。越後屋とか。うん？越後。ああ、いえいえ、あの、いいっすね。うん、越後屋とか。だからまあ、もう、物を見て、まあ、ね、和道なんか東京なんだから、はい、まあ、秋葉原までちょっと行って。超かっけ、SGR12 ってめちゃめちゃかっこよくないですか？何ですか、このショットガン。SGR12。何ショットガンだっけ？ショットガンっす。ショットガンだよね。やっば、何これ、うん、かっこいいよ。ショットガンもかっこいいんだよ。ショットガンいいっすよね。ロマンだよ。ロマンですよね。え、これ BB 弾が炸裂する感じなんですか？どうなんだろうね。実用性はあるかどうかわかんないけど、ロマンなんだよ。ロマンっすよね、ショットガンは。やばい。やばい。ショットガンはやばい。やばいっすね。だから俺はもう単純にカラシニコフ崇拝者だから、もう進行してるから。似合う。ただ次は M4CQBR 買う。うん、あーでもこれ絶対詳しくなりますね。銃詳しくなる。まあ俺はほらさ、ゲームでやってたから、あ、まあ多少の知識はあったけど、はい、やっぱね、男ってね、こうなんすよ、うん、こうなんですね、こうなんすね、もう男ってこうなの、女の人には理解できないことなのよ、うん、これは、うん、ロマンですよね、うん、あ、スパスいいね、ショットガンな、ドラムマガジンでしょ、スパスっていうの多分、あー、スパスはいいな。いやー、まあ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 、ほんとね、男ってのはね、いつまでもガキなの。バカですね、うん、そう、無職のみが入れるチーム、お譲りらっしゃい。そう、俺がリーダーで、和道がサブリーダー。そうですね、働くのだから、そう、働くのが嫌だから、働くぐらいだったら、銃を持って革命起こすの。そう、そういうこと、そういうこと、そういうこと、うん、確かにね、店で買った方が、まあ、安心感ありますよね。いいこともある。なんすか、うん、あの、行ってみて、はい、まあ見てみて、で、あの、これどうなんですかって、まあ中古だったら、まあこれはちょっとね、あの、トリガーがちょっと遊びがあるよとかさ、はいはいはい、まあ癖は教えてくれるから、うん、で、僕知らないんですけど、って言えば、まあ大体見繕って。ですよね、うん。で、何よりもね、やっぱ見た方がいい、はい。絶対テンション上がりますよね、こんな。絶対ね、見た方が。お、のんちゃんが起きたな。のんちゃん起きた。のんちゃんもやるんでしょ、のんちゃんやんないの？やるの？やろうよ。のんちゃん。あ、今手が折れてるから、あ、そっか、手折れてたわな。だから左手のハンドガンでもう全治どれぐらいなの？全治1ヶ月ですね。あ、まあ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 、そっか、じゃあまあ11月にはね、うん、で、のんちゃん治ったらやろうね。うん、うん、のんちゃんやる。のんちゃん何持つの？のんちゃんは何だろう。のんちゃん何持たせよ。のんちゃんはね、あの、うん、なんだろうな、何がいいかな。のんちゃんショットガンかな。のんちゃんショットガンいいかも。え、スナイパーがいいらしい。スナイパーいいね。スナイパーいいかもしれない。女スナイパーとかかっこよすぎるますよね。かっこいい、かっこいいよ。スナイパーはかっこいい。いいっすね。のんちゃんスナイパーでいきますか。スナイパーはかっこいい。スナイパーでいこう。スナイパーはいいよ。いいっすね。あの、ドラグノフとか SVD とかね、はいはい、いっぱいあるけど、まあかっこいい。スナイパーいいっすね。チームに絶対必要っすもんね。うん、いる。はい、まあ、スプリングフィールド M1903 でもいいしね。のんちゃんなら、第一次世界大戦とか、第二次世界大戦当時の。はい、え、トランシーバー買いません？僕と、やっぱその、トランシーバー、
買おうと思ってんの今。ですよね。2人で。今、和道が押してくれたな。僕、今ね、取りアまマした。ゾンで2個で4000円とかで売ってんのよ。いいじゃないですか。だからまあ、俺、どうしようか。でも今、ぼっちだから、と思って。でそうっも、すよね。一人今、でトラ考ンえシーあバーぐねて2たつ。のよ。今、いいいや、こと言ってくれでた。もトランシーバーは絶対かっこいいっすよ、いや、ここそう。に。絶対いるよね。絶対必要っすよ、男の子には。いや、いるのよ。実際。それで、考えてて。まあ、2個4000円か、と思って。それ、なんか追加したら4個、その4つ買ったら4つつなげられるんですか？いや、だから無に、線だから、はい。要するに周波数合わせれば、ああ、そっかそっか。話せんじゃない？多分。いけますかね。そしたら、多分、そういうことだと思う。チーム全員でやり取りして、もう混戦状態で。そう あんね。ま喋んな、おい、っつって。まあ、無線に関してはもうね、まあ、自分で揃えてもらわないと、そうっすね。まあまあ、2個だからさ、和道とはさ、まあ、折半できるから、まあ別にね、買えるけデど。ザインかっこいいやつがよくないですか？ゴテゴテのなんか 無駄いや、にもうね、安いのじゃないとダメ。ダメっすもう。か？逆にもう資格とかが必要になっちゃうから、免許とか。そっかそっか。じゃあ、そう、それであると30万の罰金とかだからね。ですよね。うん、そうだか、からもう無本当線に、か。もう多分市街地では100メートルぐらいしか更新できないようなもので十分。十分っすね。100メートルってさ、だいぶあるよ。全然フィールド内でいけますよね。実際もう、屋外フィールド、まあそんな言っても、まあ結構広大だけどね。あと、友達に聞いたんですけど、手榴弾があるって聞いたんですよ。今、禁止なんですか、今。手榴弾は場所による。なんか室内戦で、最強だって言ってましそたね。う。肩から上に投げちゃいけないとか、いろんなルールがあるんだよ。手榴弾は。まあ、それはもうフィールドによるね。なんかあれっすよね、パンってコロコロコロってやると、くるくるくそう、るって回りながら。なんかね、投げると球が飛び散るやつでしょ？なんか回転しながらピシューってバババババって出るなんんかだ。ね、そう、見たことある。ただ、持ってんのはいいかもね。ちょっかっとその、コスプレ的な。コスプレ的なパイナッまあ、使プル。うか使わないか別にして、まあ、多分ほとんど使えるかな。室内戦めちゃめちゃ最強らしいですよ。もう投げ込まれたまあらアウトね、だっていう。アウトだよね。まあ、だからあんま好きな武器ではないな、俺は。チートっすよね。あんまりなんかね、ちょっと邪道かなって思じゃあパイナップル禁止でいう。きましょう。リーダーがそう言うんで。そうそう。やっぱね、うちはもうそういうのなしで。じゃあ僕は自決用に持っておきます。あ、そうね、そうね、最チー後ムのね。全員が死んで僕一人だって最いう後時ね。最後自分で引き抜いて。ラストスタンドのいて時てね。ててて。じゃあまあ、とりあえず、だから俺と和道でしょ、今。で、まあ、チャンピオンはわかんないけど、やるのかやんないやのるっか。つってましたよ。やるあ、ややるっるっつって。つってた？本当？まあ、家がないの痛いよな、結構な。そうなんですよね。せめてもそれはいい。まあまあ、チャンピオンは車あるからさ。大丈夫まあ、銃刀法に引っかかんないから大丈夫だけど。ちゃんとガンバッグとかに入れてるのもまあ、チャンピオン金持ってっかんな。チャンピオン金持ってまあすいよ。つは金持ってる。じゃあカラオケ行ったんですよ、チャンピオンと。あ、行ったんだ。そしたら金ねえからおごれって言われましたよ。200あ、万今な稼いいんでだ。るのに。そう、明日になったら俺なあ、あい金持つ。ちだとか言ってて。まあ、じゃあ、あいつ本当死ねばいいのにな。いや、稼ぎすぎっで、すよ何？ね。光もや、まあ、光はレンタルかな。まあ、レンタル金かかるよ、逆に。マジっすか。1回4000円ぐらい。まあ、多分フルレンタルで、まあ、まあ、5000円ぐらいと見て、それだって、4回で2万だよ。うわ、ちょっと待ってくださいよ。スパスかっこいいじゃないですスか。パスはかっこいいスよ。パドス、ラムマガジンやの。ドば。ラムマガジンの。スパス見ち丸ゃっ入りたマガよ。ジンだよね。いや、見ちゃいましスた。パもう、スやば、これ。何これ。いや、かっこいいよ、ショいや、ットガンは、こ絶れ、対。ずるい。何これ。こんなんも、絶対。やば。いや、もうね、かっこいい。かっもこう、いいっ俺すはね。もう M4CQBR 一択なんだけど、やっぱスナイパーもね、ドラグノフが好きだから、いや、ロマンだな。いや、ロマンすぎ。ロマンすぎますね、これ。やばい、やばい、やばい、朝こまれは。で話せますね、これ。いや、もう全然全然。全で然いもけ今ち日、ゃう。明日多分ハンドガンが届いて、今日は多分、だから電動ガンとエアコッキングが1丁ずつ。で、多分、電動ガンに関しては夕方ぐらいになればバッテリーも届くから、多分、試射できますよ。なら、オカリナに俺を撃ってもらうんですよ。オカリナさんオやカるんリですナに。か？今いる、寝てる。そうだ、僕コンパクトのサブマシンガン好きなんですよ。で、今見たらいいウーね。ジーサブマシンガンとウージーいいね、ウージーいいね。こういうのも2コ丁ンパク目。トだね。
そう、こういうの好きなんですけど、なんかおすすめありまウすージーか？だったらプラノのガンケース、さっきのガンバッグに入るから絶対入り全ます然ね。多分余裕で。で、あとハンドガンも入るでしょ。もう十分でしょ。生産終了って書いてある。マジかよ。まあでも売ってることあるでしょ。在庫あるんじゃない？多分。在庫あるんですかね。わかんない。こういうなんかコンパクまあ、トな。ウージーはいいね。どっちかっていうとあれだね。メキシコとかのマフィアが持ってそうな、そうっす、ウージーそうっとす、かそうっで。す。これ癖のある銃いいっすね。なんかもういや、なまあ、ウージーはな、もうサブマシンガンではもう鉄板だわ。ウージー、ちょっとアマゾンで見ちゃおうかな。ウージー、アーマーあ、でドもスね、テやっイぱアサルトライフルなんでね、男はね。アサルトライフルって最強武器ですよのんね。ちゃんがね、サブマシンガンがいいと思う。女の人が。あ、まあまあまあ、そうっすね。うわ、撃っね、のんちゃん小て。柄だから、あんまアサルトライフルとか持つと、結構ね、なんかね、持たれてる感じになっちゃうけど、でももしね、のんちゃんがやるんだったら、のんちゃんが多分 P90 とかの方がまあいいそうっかすも。ね。ワードは男だから、そうっすね。まあね、P90 がいいのはわかるし、自分が好きなのでいいんだよ。違うんですよ。僕とのんちゃんはやっぱり彼女、彼氏なんで、銃を戦闘中に交換するってありなんですか？チームで。ありなんじゃない？多ですよね。だから分。多も分、あくまでその、ジュールとかの、その、う。弾速検査とかして、それ合格すればフィールド持ってっていいから、ですよね。極端な話、誰が使ってもいいんじゃない？ですよね。だから交換しちゃうっていう。なるほどね。ただ、ここで重要なのはマガジンなんですよ、予備マガジン。で、俺のは250発装填できるから、まあ、そうそう撃ち終わることはないっていう店主の判断で買わなかったんだけど、まあ、ハンドガンは絶対もう26発ぐらいでしょ、多分、でワすンマね。が。ですね。だからもう1個か、もう1個買っときゃよかったかなと思ってるもん、今。じゃあ P90 300発は相当多いんですね。この僕らが。300っつったら多分、1ゲームどずっころといか、けもる。しかしたら3ゲームぐらい持つんじゃない？だっマて、ジですか。言ってもね、そんなバカみたいに乱射するっていうことはないと思う。まあそうですよね。アホすぎってますよ言ってね。た。そんなトリガーハッピーはないんじゃないかな。だまあ、でもマガジンは2個欲しいよね。多分、とまりああまあ、えず見た目用300とに、はいえ。そうっすね。そうそうそう、あく変えまたでいそでのす。予備マガジン、無駄に移変え動たいするみたいな。です。そうそうそう。だわざと、装填数の少ないノーマルマガジンにして、ノーマルっていうか、スタンダードにして、リロードを楽しむとかね。でも60と300って差ありすぎません？いや、でも、60、まあそうだね、5個分だからね。でも、リロードはかっこいいよ。リロードはかっこいいっすけめっど。ちゃかっこいいよ。リロードはかっこいいっすね、確かに。だから、要するに、その、効率中か、ロマンチューかです楽よしね。むか、そう、楽しむか、ロールプレイをするかってこと。まあ、並列マガジンはかっこ悪いんだよね。あんま好きじゃないんだよね。並列あれでしょ？反対側につけるやつでしょ？自動補給みたいな。俺はね、嫌なんだよね。マガジンを、なんか、例えば、ベストとかに入れて、そっから装填したいんだよね。わかる。わかる。わかどっる。ちかっていうと。わかる。パチってで、やりたい。そう。で、俺はダンプポーチってのも買った。うわ。ダンプポーチってのは、要するに空マガジンとかを入れる。要するに、交換したときに使用済みのマガジンってどこにあるかって言ったら、ね、戻せないじゃん、ポケットに。だからもう、ケツに、まあ、腰袋みたいなのぶら下げて、そこに入れちゃう。もうまあ、大ゴ体ミ置500き円場とに。かから売ってる、ダンプポーチは。すごいすごい。やばいよ。ほんとやばい。やばい、奥が深俺はだから、まあ、5万ぐらいかな。5万もかかってないかな。い。4、5万弱ぐらいだと思う。多分、ハンドガンが、まあ、ハンドガンがもろもろで、多分1万円。で、まあ、多分、2万7千円でしょ。まあ、電動ガンが、まあ、2万7千円ぐらいで。で、まあ、そこで3万7千円。で、あと、まあ、洋服、まあ、そうだね、洋服とか、4万8千、7千円ぐらいかかってんのかな。でも、服なんか別にいらないし、俺は迷彩の、俺川森林の迷彩買っただけだから。山のレッドでいきますよ僕。そういうのも全然ありなのよ、別に。で、あとジーパン履いて。まあ、半ズボンでもやってる人いるから。だから僕のテーマまあ、ただ、フーリガンですから。フーリガン、武フーリ装、ガン？ああ、サッカーでボートになってるやつ。拳銃持って要暴すれるます。に、市民ってことね。そうです。市民のクーデターみたいそうな。です。革命っす。そう。やっぱマガジンだな。まあ、マガジンと、└².².└².
まあ、バッテリー充電器、はい。で、まあ、ガスガン、まあ、ガスのハンドガン持つなら、うん。ガス、で、BB 弾、はい。まあ、5ぐ万っらい、すね。5万、いや、4万ぐらいだよ。4万俺ぐだっらいですか。て、衣装に1万ぐらい、うんうん。靴も買って、はい。靴、あと上下、あの、帽子付きの衣装を、本格的だあと、ダンプポーチ、な はい。で、あと、ホルスター。ホルスターは、まあ、ハンドガンだからいるよね。まあ、でも、ホルスター多分1000円ぐらいだから、安いの買うから、買ったから。はうん。い。あ、やべえ、買おうかな。買っちゃいなよ、ほんと。え、まあ、できればね、P90 とかね、もう希望通りのがいいんだけどね。そうなんすけ絶対ど、そ実機を見に行くかどうかでちょっと迷ってるんですよう。いね。や、実銃見たらお前迷うぞ。その、絶対に。迷うって他のが欲しくなるってこと？やばい。やでばい。ね、多分ね、掘り出し物がある。おあ、何この値段みたいな。で、まあ、多少のジャンクはいいと思う。お。多少ね、例えば、そはい。の、あの、まあ、トリガーに遊びがあるとか、はい。まあ、ちょっとした不具合は飲んだ方がいいと思う。おそれで安くなるんだったら、お。え、新品じゃダ逆、メなんすか？新品でもいいんだよ、別に。うん。じゃ、いや、新品の方がいいよ、それは当然。うわ、でば、も、車だって、最初から、ベンツの新車乗り回さないでしょ？いや、でも免許取り立てで。そこはやっぱロマンじゃないですか。いや、わかるよ、わかる、わかる。兄さまあね、俺はもう AK が、ん。もう本当ね、希望の銃が売ってたから、買えたけど、なかなかね、うん。P90 っしょ？P90 っすね。P90 か。まあでも、なくはないとは思うんだよね。長物なのかな。仲間の？ああ、でもな。うん。あ、これは？あのね、あ、でもこれあれか。まあちょっと訳ありだけど、MP5、A5 のハイサイクル。ちょっと待って。今 URL 送るわ。送るっていうか、配信にか、あの、貼るわ。え、ていうかもうこれ本格的ミーティングじゃないですか。ミーティングで当たり前だ兄よ。お前さん。と、お前は、あれなんだよ。副これ、隊長。今貼った。ちょっこと待ってくの URL の、これださサブマシンガンなんだけど、い。まあちょっと、あれ URL 来ないな。不調はあるけど、でもこれ値段は放送の1万方か。3000円。LINE の方に来ると思ったら放送の方に貼った。あ、放送放送。放ご送めんですごめね。ん。いや、今全パ然ソいいでコンす。でやってるから。でも多分見たうわ、感じで安っ。は、1万3000円？たああ、だ、トリガーを引いてから MP5。ワンテンポ遅れて、時々動作停止するとか、まあちょっと不具合はあるけど、でも、まあハイサイクルで、まあ悪くないんじゃない？これは。値段的には。だこれが中古の魅力だよね。うん。まあ若干ね、お値段。ここのサイトはいっぱいある。ここのサイトで、ドラムマガジンがかっけえな、これ。長物って場所を押すと、カービンからいっぱいある。ここはね、安いのもある。まあもちろん安いの、まあ2万ぐらいだな。2万ぐらいのなら、まあ、ほとんどいいと思え、鮫島さん、塗装とかってうまいっすか？俺、塗装はまあまあ、自信はある。まあまあ、なんか自やっ信あてるかな。ました？塗装とか。ほら、トビの時、タッチアップとか、タッチアップってなんすか？ペンキ塗るやつ。とはまあ、やってるから、まあ、違うけども、全然分野は。まあ、一応やってる。メルカリ P90、1万2500円で売ってるって。え、嘘？あれじゃないですか、それハイエンド仕様、ハイカスタム仕様じゃないじゃないですか。いや、カスタムは自分ですんのよ。だって断層数とかもう根本的に違うんじゃないですか、これ。相談数なんて、それマガジン変えればいいだけだから、別に打てないわけじゃないから、え、でもその球が速く飛ぶとかはどうなってるんいや、ですそれか？はハイサイクル。ハイサイクルじゃないと実現不可能ですよね。別にハイサイクルじゃなくても問題ないんだよ。別に、ハどうやっイた？サイクルっていうのは球数がただ出る、多いだけで、威力は弱まるよ。そうなんですか。他のに、多分。俺のだって、奥俺が深買っすたぎやる。つ、初速があんま速くないもん。ちょ待って、今見てみる。初速とかもなんかもう楽しすぎるだろう、これ。俺の買ったやつは初速が、77メートル。これ速くないんだよ、そんなに。多分ね、ハイサイクルじゃない銃は、ちょ待ってね、23,800円の、わかんない。これは、
初速88メートルとか出るもん、ハイサイクルじゃないと。初速ってどこに書いてあるんだ。10の場所クリックして、はい、なんて言うんだろう、あの商品詳細の下の状態、状態の場所に85メートル、俺は77メートルだもん、結構遅いもん。だから悪いけど、はい、まあね、球数が増える分、はい、言っちゃえば初速が速くないと、うん、まあ7、まあ、77で十分かなとは思うけど、だから別に、はい、うん、あ、これは MP7A1 ネイビー、え、うん、MP7? あのね、あ、でも33,000円、うん、あ、もうすごいいいと思う。僕思い切って新品買いますわ。あ、そう、買っちゃう。あ、新品はいいと思うよ、絶対、うん、外れないですもんね、うん。で、何買うの？ P90 買うの？新品でいきます。新品 P90、 はい、いっちゃう。いくら？3万5千円っす。うわ、まあ、まあ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 、そうだよな。だから税込み3万8千円ぐらいじゃないですか。4万近くで、それでバッテリーと、はい、まあ、充電器別だから、まあ、4万超えるな。え、別なの？別だよ、丸いだったら絶対。丸い、中華製は多分一緒だと思うけど。どこに書いてあるんだ。え、カラマガジン、バッテリー未装着って書いてある。そうそう、バッテリーと充電器は別だから、まあ、それだけで4,000円、え、だったら5,000円ぐらいかな、うん、だったらあれじゃないですか、あのアマゾンで買ったら3万ぐらいで収まりますよ、全部で。何がアマゾンで買うの？え、どういうこと？アマゾンで新品でなんか安く売ってるんですよ。じゃあだったらそれがいいと思うよ。それがいいですか。まあ、多分わかんない、あの型がちょっと生産が古いとかなのかもしれない、はい、あ、もしかしたら型落ちとか。いや、でもそんなことなさ、まあ、問題はない、問題はない、問題ないですよ。で、まあ、レビューが大事だね、はい、レビュー、何より、レビューは星 4.5 ですよ。あ、じゃあまあ悪くないね。ですよね、悪くないね。もう買っちゃうか。充電器とバッテリーを買えばいいんですよね、とりあえず。充電器とバッテリー買えば問題。あと BB 弾、 BB 弾、俺は 0.25、6mm、 まあわかんない、 6mm とか、まあ、8mm とかあるから、その、はい、あの機種というか、まあ、武器によって、はい、多分 6mm だと思うけど、はい、うん、ちゃんとそういうの見て買った方がいいよ。了解です。まあな、まあ、P90 かっこいいからな、わかるよ。いや、もうこれ以外考えられないです、僕。メロメロです。あ、もうそれはわかる、もうそれでいいと思う、うん、はい、これでいきますわ、うん。まあそれが一番いいよ、もう自分が使いたいものを、はい、使う、はい、うん、それが一番いいですよね、うん。まあね、いや楽しい。まあ大体、はい、バッテリー充電器は俺が買ったのは、まあわかんない、ね、P90 だとバッテリーがね、なんか水素、何かがわかんない、水素なんとかって書いてあります。あ、ニッケル水素でしょ。ニッケル水素 AK タイプ、 AK タイプじゃないかな。ちょっと見てみますね、うん、アスターハイカスタムの電池が V4、 じゃあ 8.4 V ニッケル水素、うん、バッテリーとか書いてありますけど、なんかわかんない。ミニ、あ、普通のあれかな、ミニ S バッテリーってことかな。これね、バッテリーが AK タイプっていうのは細長いので、はい、っていうのがあるから、そこは間違いないように、うんうん、どうぞ。まあまあまあ、とりあえず、はい、いいんじゃない、それは、うんうんうん。あ、俺これか、あ、ファマス買おうかなって思っちゃうよね、うん、やっぱり。でもなんかあれですよね、チームでバラバラの銃持ってると、なんか、うん、お前のちょっと触らせてよとかいろいろできるからいいですよね。そうそうそう、お前何それみたいなさ、はい、え、かっこよくないそれみたいなのはある、はい、ありますよね、絶対ある。何々使いとかかっこいいですもんね、やっぱね、はい、あのその特性もあるから、はい、で、あとはハンドガンよ。まあハンドガンは別に、まあ、買っても買わなくてもいいけど、絶対欲しくなるよ。マジっすか。あのね、でも僕やっぱ YouTube とかのサバゲーの動画見てると、はい、ハンドガンに持ち帰るときがかっこいい。かっこいいんだ。え、っていうかプロモとかも作りません？ジョーズの。あ、いいよいいよ。なんかそう、写真とか、なんかそうね、そうね、そういうなんかメンバー増えていったら集合写真とか、そうだな、そういうのもやりたいですね。で、あとまあワッペンみたいに作りたい。うわー、もう最高じゃないですか、ワッペン。なんかワッペンは作りたいのよ今。ジョーズのワッペン、まあ、とりあえず、うん、あのアメリカ人とか連絡取れんの？ワード取れますよ僕。アメリカ人やんのかな、なんかね、やるんだったらね、アメリカ人とか動画編集できるから。どうなんですかね、
アメリカ人なんかすげえ仕切りそうな感じがするけど。いや、いいんだよ、いいんだよ、いいんだよ。いいんだよ。さすがに俺一人じゃあれだから。はい。あ、これか P92,900円のカナダム。はい、2900円中古は17,750円とかで売ってるね。マジですか ?P90。うん。あ、でもハイカスタムの方が欲しいんですよ、僕。ハイカスタムじゃない、これはスタンダードだわ。スタンダードですよね。うん、スタンダード。はい、でもなぁ、あんまり変わんないよ。変わんない。それは。ノーマル買った方がいい。ぶっちゃけだし、ノーマルの方が、なんかいい、うん、なんか僕はちょっとあれなんですけど、機能的に見たらハイカスタムが、もうだって断層数が5倍になってるし。まあ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 。そう、わかんねえよ。断層数はね。でも断層数だから、それだけ撒き散らしちゃうってことだからね、単純な話。うんうんうん、あ、まあ、うん、でもほらセミオートに変えられるからどうなの。いや、まあまあまあ変えられるけども、うん、俺だったらスタンダード買うかな、とりあえず。え、ノーマルっすか。ノーマルかな。まあまあそうね。え、だって3万円の買い物で失敗したくなくないですか、うん、その大元じゃないですか。まあ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 、そうね。あ、だから中古から入ってっていうことですよね。そう、そういうことですよね。そういうことですよね。壊れてもいいやみたいな。あくまでやっぱ取り、ま、うん、使い方とかわかんない以上、うん、うん、そうね。だと、まあまあそうね、あんま新品で、まあ新品は間違いないとは思うけど、うん、うん、ね、そこは悩むよ。悩みますね。なんとも言えない。なんとも言えない。いや、 P90 はかっこいいな。 P90 やばいっす。うん、 P90 はかっこいいな。まあでもハイサイクルかどうかっていうのは、はい、まあ俺は、はい、まあハイサイクルにしたよね、俺はね。じゃあ僕も、うん、なんとも言えんね、これはね。これはもうスタンダードで大丈夫だと思うけどね。でもサブリーダーはやっぱいいの持っとかないと。いや、もちろんもちろん、そうよ。そうよ、舐められる。そう、舐められちゃうんで、やっぱりもう舐められてんだよ。そうですよね。もう舐められてんだよ。機材だけは一流にしとかないと。もうすでに舐められてんだけど、はい、でもやっぱね、はい、うん、腕で頑張んないと。そうですね。ねえ、いや、まあどうなんだろうな、うん、で、買うの買わないの。買いますよ。買いますけど、実機を見に行こうか、アマゾン行こうか、もうアマゾンで衝動買いしようか、うん、もうすげえ揺れてるんですよ。いや、まあね、まあね、うん、まあね。総額3万。いや、俺はもう速攻買っちゃったよね。衝動買いですか。うん、え、これ、もともとサバゲーを始めようってきっかけは何だったんですか。あのね、リスナーさんがサバゲーやろうよって言った一言。おー。で、俺まあ興味あって、はい、いやでもな、わかんねえしな、まあわかんないことばっかだから、うんうんうん、そしたらリスナーさんが教えてくれたから、もうそれで買っちゃった、衝動買い。まあいいリスナーさんですね。いや、そうそう、最高っすよ、ね、そう。ハンドガンはホルスターに出てるだけで様になる。ああ、そうっすね。使わなくても、ね、安心感が。だ、俺はそうそう、俺は中古で7000円とかのと、うん、まああとマガジン予備で、だそれを持ってるだけで違うじゃん、うん、え、うん、捕虜とかいう制度もあんの。殺さないでいけ。捕虜っていうか分かんない。そんなゲームルールがいろいろあるから、はい、そんなんめちゃめちゃ面白いじゃないですか。フラッグ戦とか捕虜はないと思うけど、多分捕虜って復活戦とかはある、うん、でもそういう独自のゲームはできるじゃん、貸し切りにしたら。そうっすよね。うん、うん、あくまでその制圧戦みたいな。はい、まあ、まあね、それはまあフィールドによってまあできるかできないか分かんないけど、うん、でもまあまあまあなんとか、うん、だ今んとこだから俺とワドしかいないわけよ、はい、そうっすよね。だからまあ光るとかはまだ分かんないじゃん、どうなのか。はい、やっぱ家がないっていうのがでかいっすね、ネックなの、はい。まあ、チャンピに関しては車あるから、はい、まあ、100歩譲ってまあいいかなとは思うんだけど、うん、やっぱさすがに家がないと、はい、うん、あ、なんかすげえロマンのある、なんかあの特殊部隊のなんかあの5、うん、なんかあるじゃないですか、こう5、こう列に並んで4人ぐらいがこうやってバラバラ、ああいうのも練習したいです。戦術ね、戦術、うん、なんか室内戦とかの隊列組んでやりたいですね。そうそう、人数が集まればね、そういうのもできるし。いや、めっちゃいいじゃないですか。まあ、すぐはできないけど、はい、やっぱどうしても。やっぱ体鍛えたりするんですか、走り込んだり。当たり前じゃん、そんなあ、もうそんなガチムチな感じでやるんですか。当たり前じゃん、上手おっかねえな、遊びじゃないんだから。当たり前じゃん、そんなもん。あ、じゃあ僕も肉体改造しよう。だからとりあえずでね、しかもほらフィールドの定例会とかも3000円とかかかるから1回。そうっすね。
で、それで交通費とかもかかったら、やっぱ家がないと、そうっすね。そうっすね。やっぱね、誘えないんだよね。お金がかかるし。ですよね。だ俺はまあ本当はね、一人でまあやね、楽しめると思うんだけど、ワドが乗ってくれたからいや、さ。これは実は前からやりたいって言ってたんですよ。で、やっ僕、ぱあスるケよボーね、買っあちゃっるよたんですね。よ。仲間がいないからっつって、スケボーそう買っなちんゃっで、て。そこなんだよ。でも、これは鮫島さんがやるっつったら、もうやるしかないっしょ、みたいな。あ、本当？じゃあチーまあ、アムメジリョーカンズ。人にも声かけといてよ。お、了解です。ね、そんで、俺の LINE 教えといてくれれば。で、LINE グループとかも作っといて。チームジョーズ作りましょうよ。サブリーダーに任せるから。俺、そういうのできないから、LINE できないから。LINE できない。だからもう、サブリーダーの権限は、まあ、勧誘権限。勧誘権限。あと、まあ、強制脱会権限。強制脱会。やめさせることもで きる。結それはも構ちろん権俺に相談の上でね。ああ、まあでも結だからあい構つ権は力あります。納得いかねえな、みたいな。まあ、勧誘権限はあるよね、お前に。チーやっムぱジョ金が、ーズ、ツイッター作りてえな、チームジョーズツイッター。ツイッターとかな。ツイッターとまか。あ、まだ早い、ままだだ早早い。いっすね。ままだだ早早いっい。すとね。りあえず今、メンバー。メンバーっすね。まあ、5人は集めないと、ちゃんと正式な。装備も整えて、っていう。そうっすね。今の段階では、まあ、俺はもうどっかに参加して、ノウハウを学ぶって感じだから、リーダーめちゃめちゃアクティブだからね。リーダーアクティブだよ。だサブリーダーにかかってんだから、これ。寄り目団。より目で、談、別名。別名より目談。寄り目団は却下したんだよね、俺が。絶対嫌ですと。だね、ジャパンアンチワドスペシャリストとかね。まあ、ね、サブリーダーが要になるから。だね、のんちゃんもね、怪我が治り次第、もちもろんメンバーに入れますから、う戦絶力に。対のんちゃん100発しますよ。そして強いっすよ、のんちゃん。もう、そしたら、ツバには誘わないとね。そうっすね、敵チーあムと、に。ミュウツーね、敵チームに。敵チームにミュウツーと。でも、ミュウツーは絶対入れないから、俺。やっぱ楽しみたいだけだから。ああいう揉め事はもう本当嫌だから。3万円ぐらいなんですね、貸し切り。本当だ。そう、3万とか、まあ、その場所にもよるけどね。これどこだろまあ、例えばほら、俺車持ってるから、う。ですまあ、よどっね。か集合してくれれば。のんちゃんも車あるまんで、まあ、メンあ、バーそっか分そっぐか。らい、二手に分かれまあていきまあ、ますそうね、ね。そうね。これどこだまあ、ろとりあえずね。う。楽しみたいよいっや、ていうもう話。これもう、この、買えよ、早く。そんな話はいいから。いや、もう、買えよって。いや、欲しいっすね。めっちゃ欲しいっすね。もう最悪の場合、もう、3000円ぐらいのハンドガン、10個ぐらい買って。そんないらないいらない。ガスガン1丁で十分だから。もう、まあ、とりあえず、そんな感じかな。ごめん、ちょっと、了解っヤマトに電話するわ。待てないんだもん。待てねえ。今なんか他に変わったから。了解です。今電話するもん。はい。じゃあね。いっす、お疲れ様です。もんちゃん、ドライヤー使ってる今。何の音これ。外で木切ってんじゃない。何の音だ。外で木切ってる。そうで、木切ってんの。こんな時間に。もう10時か。サバゲー。のんちゃん、スナイパーが良かったの？スナイパーは恨まれるんだよ、のんちゃん。動かなくていい。そっか、走りたくないのか。固定位置で遠くから撃ちたいのか。でも、女スナイパーかっこいいでしょ？いいね。そういう理由だったんだ。走りたくないんだ。できるだけ胃もって。うわー、めちゃめちゃ楽しいな。バクソはナイフ一本。のんちゃんの的なんでしょ。のんちゃんがずっと撃ってんでしょ、スナイパーが。いやー、楽しみだな。
スナイパーは捕虜にされたら拷問とかめちゃめちゃ恨まれるらしいよね、スナイパーは。だからもう接近戦になったら終わりって言われてるもんね。だから命がけなんだよね、ほんと。おはよう、カッチン。おはよう。アイテムありがとね、エリちゃん。ごめんね。コメント返せないで。申し訳ない。みんなおはよう。いやー、楽しいなー。リスナーさんでやりたい人いる？ガチで参加者。ガチで参加者募集しますよ。ガチで参加者。ガチの人。我こそはチーム上手に入りたいと、我こそはチーム上手に入りたいという方はぜひぜひお願いします。ぜひ。ていうか今から買いに行く、秋葉原行って。アマゾンの方が安いよね、絶対。でも実機見ないと不安だよな、本当に。実機を見ないと不安だよ、俺。余計なもん買って。余計なもん絶対買うよね。絶対無駄なベストとか買うよね。いや、テルチャンピンの PC 直りそうですかって俺預かってないからね。ヘタレンワード2。アップルはいじれない。アップルは無理ですよ。まあ中バラすやつは持ってるけど、無理無理無理。詳しいね、もうめちゃめちゃ詳しいよね。専門用語飛び交ってくるからね。でもいいよな、いいよ。サバゲ10はロマンでしょ。あ、そうだ、ヒカルくんは10買わないっていうルールだった。日本刀持って暴れ回るんだ。あー、カルンさんバカありがとうございます。そう、ヒカルくんは日本刀を持ってうわーっつって、その日本兵の格好してバッサバッサ切るっていう役だ。忘れてたわ。銃持ったらダメなんだヒカルくんは。弾も剣で避ける。そう、キン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 つって、どんなやつだあいつはって、なんかPC 修理に出したらしいよ。あ、フォローありがとうございます。フォローありがとう。いや、買っちゃおうかな、買っちゃおうかな。アマゾンで今買っちゃう？買っちゃう？どうしよう。うわー、マジでどうしよう。どう思いますか？画質直った？なんかね、画質がぼやけるから、コメント欄にも書いてあるけど、画質設定を変えて調整してください。だからね、ずっと映像プツプツになるから。おはようございます。そう、画質設定いじってね、みんな。なんかプツプツする人、映像がカクカクする人は一回低品質にして、でその後最高設定とかに直すとなぜか直るんですよ。ちょっと調整してください、皆さんの方で。もうこれ原因不明なんですよ。なんでこんな俺の放送だけなんだろうね。安いものじゃないから不良品考えると店のが対応早そう。映像カクカクしてる？みんなどう？なんで俺の放送だけこんなことになってんだろう。全然意味がわかんねえんだよな。全然意味がわかんねえわ。なんで俺だけこんなんなんだ。ふわっち一覧変わったの直してほしい。見つけるの大変になった。ふわっち一覧なんか変わったよね。閲覧順じゃなくなったよね。アイテムの順番になったよね。
そう、閲覧の順番じゃないんだよ今。アイテム投げてる順番とかになってるからバラバラなんだよね。なんかおかしいよね、ふわっち最近。そう、皆さんもし応援してくれる人はアイテムで僕をバンバン上の方に上げてください。よろしくお願いします。いや、筋肉痛がやべえな。筋肉痛がやばい。風船10個ありがとう。ていうか、カッチンフォローしてないの？俺のこと。アイテム投げられないと。フォローしてないとダメだよ。フォローしてないとダメになってる。フォローしてね、みんな。窓の放送を見るっていう人はフォローしてね。ゲイってほんまなん？いやいや、どこ情報？誰からそんな情報を聞いたのか全然わかんねえわ。誰からそれを聞いたの？全然納得いかねえわ、俺。うわー、買おうかな。フォローありがとう。フォローありがとう。閲覧の基準がよくわかんなくなってるよね。おはよう、しょうゆさん。おはようございます。フォロー通知取ってる、ありがとさっきぶりだね。いらっしゃい。ていうか足がつりそうなんだけど、超痛い。筋肉ストレッチしないとな。銭湯って何時からだっけ？1時か。結構先だな。もんちゃん一回帰んの？戻ってくる？え？夜か夕方ぐらい。オッケー。あずさんの後ろで動いてんの何？のんちゃんだわ。後ろベッドな。いや、やんないよ。やめた。俺の体ができてないからやめた。辞退しました。なんで俺の放送だけこんなプツプツなんだよな。おかしいだろう、ほんと。なんでカクカクになんだよ。あー、筋肉痛やば。
まあ怪我はしないけど運動不足だね俺の。ミュウツーに負けることはないよ。昨日もスパーリングやったんだよ醤油さん。練習やってきたよ。マススパーだけどね。マススパーリングだけどやってきたよ。腹減ったな。めっちゃ腹減った。おい、かわいい。何？気をつけるんだよ。腹減ったな。マックでも食べようかな。そうですか。はい。はい、ただいま。お疲れ様。おかえり。マック食べようかな。俺もそろそろ今日の配信終わりにしようかな。寝るか。あと17分やったら終わりにするわ。やめよう。今日は終わりにしときます。月見バーガーね、月見やってるよねずっとね、まあ、月見になっちゃうんだよな。月見に休み。ありがとうねカルンさん、たくさんアイテムありがとう。今日は一旦寝るわ。お風呂入ってゆっくりする。ご飯食べと風呂入りながらマックでも食うか。風呂入りながらマック食うわ。いや今日は楽しかったよ本当。いっぱい放送やって。おやすみねみんな。マックだマック。なんかクーポン見よ。マクドナルドのアプリめちゃめちゃ安いの知ってる？
うん、風邪ひかないように気をつける。かっちゃん、ありがとう。ありがとう。クーポン。今何が安いのか見てみるわ。クーポン。おー、ポテト L サイズ。SML 全部150円。月見バーガーじゃない。月食いバーガーになってる。2代目月見バーガー？月食いバーガー。なんだこれ。こんなのあるんだ。2代目月見バーガー。パティが2つ入ってんだ。月食いバーガーになってるな。2代目。満月チーズ月見。すげえな。普通のチーズ月見でいいんだけどな。月見バーガー。20円安いね。おやすみ、お疲れ様。皆さんアイテムたくさんありがとうございました。閲覧もたくさんありがとうございました。また明日放送やるんで、ぜひ楽しみにしてってください。1位は5号のパーティーでまた放送始めるリスワン取らないの。リスワン狙わないっすね、ゆうたんさん。いつも言ってるけど、もう先月からもう諦めてるんで、僕は。閲覧にこだわらないっす。楽しく放送やりたいんで、申し訳ない。取る人が取るんで、普通に楽しくやらせてください。あんまプレッシャーかけないで。なんかそういうのすごい嫌になっちゃったんで。前はリスワン取ろう、リスワン取ろうと思ってたけど、もう連続記録終わったんで、9月で。じゃあお疲れ様。ありがとうございました、皆さん。また楽しんでいってくださいね。お疲れ。おやすみー。お前コメント欄荒らすなよ。バカとかハゲとか書くなよ。なんでお前動画の内容も見ねえで、お前バットボタン押してんだよもう。